い、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら。リアルな恐竜やクリーチャーの中でサバイバルするゲームを紹介ということでね、今回もねハイクオリティなインディーゲームを紹介していきたいなと思います。でこのゲーム以前にもね紹介していて、今回ね新しくまたゲームプレイ像とか開発デベロップメントのね動画が出たということなので、その辺を紹介していきたいなと思います。リアルなね恐竜のインディーゲームというと、以前紹介したザ・ロストワイルドというのもあるんだけれども、これとはまた別のね違った方向性のサバイバルゲームということで、まあ恐竜がリアルというのは一緒なんだけれども、こちらはこちらでねまたすごい面白そうだなという感じです。でこんな感じでね、うちのチャンネルでは最新のゲーム情報とか海外のゲーム情報とかね詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったという方いたら高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でゲームの方紹介していきますと、名前はフィロシャスというゲームで、正式にはプロジェクトフィロシャスという名前になっております。一人称視点 FPS のアクションホラーシューターというジャンルになっていて、まあこの辺は以前紹介したザ・ロストワイルドというゲームに近いかなということなんだけど、こっちの方がよりねサバイバル感が強いかなということで、クラフト要素とか少しねそのテントとかキャンプとかそういうのもクラフトしたりということみたいですね。ただサンドボックス系のゲームではないので、そのフォレストとかグリーンヘルみたいな感じのねゲームじゃないんだけど、まあストーリー主題でクラフト要素とかもちょっとあるよみたいな感じですね。だからゲーム自体はクライシスというゲームを知っていたら、そのクライシスというのを想像したらいいんじゃないかなという感じです。で開発者曰くキングコングの映画のねキングコングに出てくるスカルアイランドにねインスピレーションを受けていて島を作っているということなので、まあ恐竜以外にもでっかいカニとかでっかいトカゲとかね、なんかそういう巨大生物とかが襲ってくるということになっております。でクオリティがすごい高くて、グラフィックとかねなんかいろいろクリーチャーの動きとかそのアニメーションとかがねすごく細かいということで注目を集めているゲームです。で何がすごいってまたなんだけど、開発は個人でやってるんですよ。これ一人の人が作ってるゲームということなんで、本当にできるのかという感じなんですよね。でさっき言ったザ・ロストワイルドの方は同じような感じでクオリティ高いんだけど、そのチームで作ってるゲームということで、アナパーナとかがね販売を受けようってことになってるから、アナパーナって言ったらね、あの野良猫サバイバルのストレイとかをね販売した会社で有名なんだけど、まあそういう大手のねゲーム販売会社とその協力していろいろ展開していくということになってるんだけど、こっちのフィラシャスの方は同じようなすごいクオリティなんだけれども、たった一人で全部やってるということなんですね。これはすごいなと思います。で発売時期は未定で、プラットフォームは今のところ PC の Steam のみということになっております。ゲームエンジンは Unity3D というのを使っていて、で2020年の12月から Discord とかいろいろスタートしたと公にね始まったということになっているので、そろそろ開発2年ということになります。で Twitter の方は2020年の10月からスタートしているということで、まあ、開発自体はねもうちょっと前からやっているということなんだけど、まあ、一人でねコツ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 ずっと作っていってて、で今回その巨大なカニのモーションとか戦闘ができるようになったとかね、基本的な戦闘システムは完成したとか、あとはでかい恐竜とかもできて動くようになったよとかね、そういうのを紹介していたという感じです。でゲームプレイの特徴としては、まずグラフィックが非常に綺麗ということで、そこにねすごく力を入れているということみたいです。グラフィックだけじゃなくて、もちろんアニメーションとかもね細かく作っているということです。で恐竜とかクリーチャーには AI を搭載していて、それぞれがね一応自分なりに考えて動くように作られているということになっております。これはザ・ロストワイルドの方もね AI 搭載だと言っているので、似たような感じにねなっているということですよね。それを一人でやっているというのがまたすごいなと思うんだけど、で武器のリロードとかねアタッチメントの付け方とかその辺のアニメーションとかもねかなり凝っているという感じです。で武器とかはアタッチメントを手に入れて、それでねカスタマイズ可能ということで、開発の映像を見る限り両手に武器を持って戦うということもできるみたいで、左手にこの武器右手にこの武器とかね、なんかそういう要素もあるみたいですね。二丁拳銃ってよりは左手にハンドガン持って右手にアサルトライフル持って戦ったりもしてたので、どういう感じになるのかわかんないんだけど、とにかくね両手に武器を持つとかそういう要素もあるみたいです。でさっきも言ったようにクラフトの要素とかもあって、まあそのフォレストみたいにリュックをボンって地面に置いてリュックを開いてその作り始めるみたいな、なんかそういうリアルなねところがまた面白そうだなってとこですよね。でキャンプとかねその焚き火みたいのとかも作れるらしいんだけど、そのクラフト要素に関してはあくまでそのサブみたいな感じで、それがメインのゲームではないということになっております。メインはあくまでストーリー主導のアクションアドベンチャーみたいな感じになってるみたいですね。
で世界観とかストーリーを一応軽く説明しておくと、主人公は行方不明の記者を探して、まあ、太平洋の南国のとある島に向かうことになるということみたいです。でこの行方不明の記者というのがどうも恋人みたいだということみたいですね。で島は正体不明の武装集団に占拠されていて、だから武装集団ともね戦闘が始まるということで、人間との戦いがあるという感じです。でその中で恐竜とかおかしな巨大生物とかがねこの島にはたくさん徘徊していて、その中でねサバイバルしていかなきゃいけないということになります。で敵には巨大なカニとかサソリとかね、あとはもちろん恐竜とかが出てきて、まさにねキングコング映画のスカルアイランドみたいな感じになっているということみたいです。ではですねちょっとだけだけど開発中のね戦闘シーンの映像がでありましたので、それを皆さんと一緒に見ていきましょう。まあこんな感じでね普通の FPS のコットとかバトルフィールドみたいな感じに戦えるということです。で敵はここ今回の場合は人間が相手になってるんだけど、その謎の武装集団ってことだよね、なんかのこの島の謎を握ってる組織の護衛とかと戦っていかなきゃいけないみたいな感じだよね。まあ、銃の発射音とかもねちゃんとしてるかなってところで、あとは敵の動きとかもねこの時点では結構普通にちゃんと動いているので、まあ、このシステムでね戦闘自体は全く問題ないかなって印象だよね。このまま開発を続けてもらって恐竜とかねその巨大なクリーチャーとかとの戦闘ができるというのはまた楽しいんじゃないかなと思います。でちゃんとしゃがんだりってことだよね。投げ物系グレネードとかもできていたので、いろいろねいろんなこのスライディングねスライディングもできるんで面白そうだよね。こうやってグレネードとかも投げていて、ちゃんと爆発とかもね気持ちよくボカーンって爆発してるのがいいよね。この手のゲームはね音結構重要だと思うので、音がいいっていうのはねぜひ聞いておいてほしいなと思ったんですけどね、まあ、音にもこの人はこだわってるよってことですね。ダダダダダダダ、アタッチメントもね今アイアンサイトだけど、このちゃんとしたスコープのやつもねつけられるということになっております。まあ、プロジェクトフィラシャスね、こんな感じのゲームということで、開発のねデベロップメントの動画は毎週のようにちょっとずつちょっとずつ上がってたりしてるので、この人一人だけどコツ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 ずっとね頑張っているという感じです。もう開発期間ね2年以上経過しているということで、だいぶ形になってきたということなのでね、今後のね発展が楽しみだなというところですよね。最近は特に島の海岸線沿いのものが全部終わったとか、あとは戦闘の基本的なシステムが全部終わったとか、あとは恐竜とかねクリーチャーとかがいくつか完成したということみたいですね。なのでまだまだ先は長いのかもしれないけどね、またなんかね新しい情報とか先行プレイとかね話があったらすぐにお知らせしていきたいなと思います。他にもね面白そうなゲームたくさん紹介しておりますので、さっきのねロストワイルドとかもね面白そうなゲームなのでね、もし興味があったらねよかったら概要欄のリンクからぜひ参考にしてみてください。